オクポンでございます。夏ですね。夏っていうこともありハワイに来てまいりました。で、まあ、これね非常に整備されてます。こちら駐車場こちらあるんですけども、徒歩で歩いて、まあ、そこからね車降りて、3分ぐらいのところに、まあ、この辺に荷物が置ける場所があって、なんならあの浜とかはいいと思うんですけども、これどうですか、これ江ノ島とか湘南とかね、全国に日本の全国にいろんな海岸っていうも中でもね人口密度が高い、その辺だとかね、まあ、あと茨城で言うなら大洗とかねあると思うんですけど、人口密度が違うでしょ、観光客よっぽど来てると思うんですけども、まあこんな感じですよ。まあハワイ全体が島国なんで、でその島国の海とね島っていうところの生かしてのなんもうこのビーチね、まあ本当ハワイ全体がビーチになってんじゃないかなっていうぐらいの、まあそのぐらいビーチが多いんですよ。各消火所に多くありましてですね。でそのビーチの特徴なんですけども、これドンとね、こういうものがハワイのビーチの特徴ですかね。まあスプリンクラーって書いてありますけども、いわゆる、まあ、ざっくりシャワーです。ざっくりシャワーね。でこのまんまこういうのはダイナミックでしょ。でアメリカではこれなんかほら普通家庭ではね家の裏にしか見てないようなこういうものがざっくりあるわけよ。この水道のこの蛇口の先端がもうねえよっていうね、こういうやつもそうだし、だこういうところは私ねハワイに来てすげえなと思ったんですよ。まあいい意味ですごいね、ざっくりして金かけてないでしょ。いやいいと思うよ俺これで。である程度お金取ってね、それでいいと思うね。これがまあまあハワイのね大きなビーチの特徴です。日本と違ってねシャワーがざっくりしてる、建屋があってね、で日よけがあってみたいな、そういうのはない、あれがいいなと思う。でスペースも結構こうやってね、まあここだけじゃなくて、あこういうところは、まあここはよっぽど整備されてますね。まあなんてあの世界で第1位とかね、なんかそういう海岸に選ばれた海岸らしいですよ、ここ第1位とか第3位とかね、はいらしいんでね、ハワイみんな来ましょう、夏だからね、ちょっと出てきましょう。はい、ってところで動画終わりにします。じゃあねー。